疲れ様です。ゆなです。バイオハザード7やっていきたいと思います。さて、血清の素材を取りに行かないといけないよと。解体する保安官補佐の死体を探す。保安官補佐、あら、こんなところにまでノリが浸食している。あ、モルデッドいる。来ない。いや、ちょっと危ない。え、うわ、処理しきれてないです絶対今の。嘘、こんなところにまで。どうしようかな、ちょっとショットガンに切り替えとこうかな。うん、モールデッド何体か処理できてないんだよね。うっ、びっくりした、ババア。でも、お前がいるってことは、敵はいないんだよな。こっちの、あら、吊るされていた警察官補佐がいない。保安官補佐か。いて、リッカーみたいだ。リロード、早く早く、お前キアヌ・リーブスぐらい早くしろって。いや、顔じゃ分かんないよ。待って、この種のやつが来るってこと？お、遺体が映されてる。蛇の鍵、死後硬直が進行しているのか、関節が凝り固まってびくともしない。甘ったるい匂いが鼻をつく。すでに腐敗が始まっている。ああ、点火してるな。そいつを持ってれば2枚の基板を探すのに役に立つぞ。で、基板があれば楽しいパーティーに参加できるってわけよ。まあ、せいぜい頑張んないさ。はいちょっとテンションに置いてかれました。陽キャはね、好きなんだよけどね、陽キャのノリは嫌いなんだよね。What the fuck?後ろにもいるな。怖い。ちょっと、こいつらにショットガンもったいないかも。はい、ガード。ヘビの鍵、うわ、早い方だ、リッカーの方だ、やだ、戻りたい。音楽やんだ。あ、来てんね。やめて。セーブ部屋。
危ねえ、なんか引っかかった実況動画を撮る上で大事なものっていうのはね、マイクとかゲームとかパソコンとかそういうことじゃないんですよ。一番大事なのはイロハス。はあ、怖かった。待って待って、なんかもう普通にいる。ちょっと待ってよ、モールデッドの処理が。え、なんか2体いるよな。ちょっと待ってよ、もう正面から迎え撃つ。え、もう真上にいる。消えてった。あ、なんかこいつらにも管轄があるな。いや、これね、戦えない。もう行く道を最速でしっかり決めてどんどん進行していった方がいい。これが蛇の鍵。オッケー、オープン。明るい。これが子供部屋か。ハーブ、スプーン、壊れているピアノ、竹本ピアノ持ってきな。これリロードしておいて。4月何日、母さんに町の病院に連れてかれた。変な機械で頭の写真を撮られた。おもちゃ屋で259個目のパズルを買ってもらった。すごいね。薄のオリバーにお前は頭の病気だってからかわれた。バースデーパーティー闘争、嘘。バースデーパーティー闘争ついて、オリバーをうちに呼んだ。あ、バースデーパーティーと嘘ついて、屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めたオリバーのやつ、ベソ書いて出してくれるルーカスだって。ゾイが勝手に入らないようにはしごのリモコンを改造した。発明大会トロフィーと合体させたから絶対に見つからないぜ。発明大会のトロフィーと自作ロボット大会、加速自動工作大会に、これか、自動工作大会3位。第3回、第2回。おお、第3回、第2回。おお、じゃあ1個ずつステップアップしたんだね。偉いね。ルーカスの部屋なのかな、ここは。柄、趣味の悪い柄だね、なんか。ショットガンの弾、子供部屋にさ、ショットガンの弾ってすごいね。このワニのあれがすごいな。サプリ、なんか入ってんな、キーピック。オッケー。これはありがたい。これ。あ、上が開いたのか。これさ、トロフィーなのかな。あ、すごい、第4回で優勝してる。これは？オリバーは静かになった。たまに天井コンコン叩く音がする。すごく臭い屋根裏から変な汁が垂れてきた。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで夜寝るときもピカピカだ。なるほどね。ついヒントだったんだ。ルーカスっつうのはだから工作が得意なんだな。あ、降りたくない。届かないね。ビデオテープバースデー。
アイテムがある。ジャック・ビーカー様、トレバー・チャン、チャンバレン検察事務所、92年11月30日、メインボルトン駅よりジャケット4センチ。おもちゃの手を、ショットガンの模型。ああ、なるほど。持てない。進めるべきか。裁きと題された絵だ。観衆に囲まれ、ひざまずく女性が描かれている。いや、難しいね。手斧とショットガンの模型。これは多分下のあの壊れたショットガンをもらえるよと。で、多分あいつを直すと威力が高い。まあいいや、進めるか。また複雑だな。お、でもぴったり来た。突如。もうちょっと、これぐらい。いや、確かにでも絶妙に合ってないな。違うな。これはフェイクだ。もっとぴったり合う何かがあるかも。いや、これしかないか。もっと角度の問題か。これぐらいかも。オッケー。そこが開く。あー、で鍵だよ結局。電子基板青。びっくりした、なんかガサッつったね。俺が椅子蹴ったのか。椅子ちょっと怖いから、こっち置けとくか。いやー、ちょっとサイドバック欲しくなってきたな。危ない。ルーカスの部屋にすぐに入る。オッケー。っていうか、あいつさ、結構俺大人だと思ってたけど、なんかすごい子供みたいな部屋してんね。子供、子供部屋お兄ちゃん。さあ、これでショットガンを手に入れられるよと。グレードアップできるよね、多分ハンドガンにも。強いやつがあったぐらいだから。で、薬液。あれ？あ、ショットガンは2アク取られる。やばいな、アイテム持ちきれなくて何度も往復する時間来てるな。え、これ使えないの？あ、取れた。で、模型。これで。で、こっちの壊れたショットガン。ああ、やっぱりリペアキットだ。あ、ビデオテープ持ってくんの忘れてるし。またイロハスも用意してなきゃ。こういう日の実況動画ダメなんだよ。ちゃんとしないと。え、何事もね、事前準備と心構えなんですよ。よし。バースデー。